どうも、田中でございます。漫画レビュー。今日紹介する漫画は、ブデーン!鬼滅の刃9巻!新年一発目のレビューにふさわしい作品、鬼滅の刃。最新刊である9巻は、去年の12月に発売されたんですけどね、ちょっと一月遅れのレビューとなるんですけども、まあ9巻もね面白かった。うん、作者の後藤家さんがね漫画めちゃくちゃ面白くなってきてて、もう追いかけるのが楽しい。そんなね9巻の見どころをまた今回もご紹介させてもらおうと思います。今回は遊楽といって江戸時代の風俗店の方にね潜入捜査で行動し始めるんですけども、そこで炭治郎や善逸、伊之助とかね、ここら辺をバーッと忍び込ませようとするわけですよ。それにあたって化粧させるんだけども、その化粧がね素晴らしい化粧してるんですよ。誰が見ても落書き。ほっぺたに丸い赤い化粧して、そして口紅はしっかりと唇の形してますというね、色気のかけらもない、元の顔が何かわからないような化粧させている、ここがねすごく可愛らしかったですね。ここまでめちゃくちゃにしていいんやと大概どっかしかっこよさとかどっかし可愛さを残す感じで崩す化粧するんですけども、バッチリね、子供の落書き感があってね、これ、面白いなと。キャラクターの顔を卵型にすることができる後藤家さんならではのね、魅力も実はここにあるわけですね。丸いからこういう顔が生えたりするんですよ。今回の上弦の鬼は、花魁と言われる風俗店の中でも一番人気の高い女の子。風俗嬢のナンバーワンだとか、キャバクラ嬢のナンバーワンとか、ママさんのナンバーワンを合わせたような人が、オイランと僕の中のイメージであるんですけど、オイランの中に潜んでると。そのオイランの中から鬼のオイランを見つけた時にですね、素晴らしい色気と、まがまがしさをね、初登場時から出すんですよ。この着物とこの顔立ち、垂れ目のはずなんだけども、強気な感じとかね、もう、顔から滲み出るややこしさ。これが、僕、すごくうまいなと思ったんですよ。で、花魁の着ている服ってね、もう着物とかもむちゃくちゃいい服着てるんですよ。で、そのいい服感を週刊連載ながら、非常にうまく出してます。こんな着物をこう、カッ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 と削りながら、着物の感情を仕上げていくのってね、めっちゃめんどくさいと思うんですけども、それをね、やってる後藤家さんのチームはすごいなと思います。この花魁はやっぱこの服とこの髪の毛のテンションと、そして顔の品というかね、そのナンバーワンであるがゆえの、その魅力みたいなものがね、ちゃんと出なきゃいけないんですよ。それをこのキャラクターはね、出している。鬼の名前はダキと言うんですけども、間違いなくダッキという名前からこのダキに来てると思うんですが、この鬼が見せる折檻の仕方がすげえ印象深いんですよ。花魁には、お供みたいな形で入りたての子供の女の子がつくんですね。その女の子たちに頼み事をしてたけども、その頼み事を女の子たちが抜けてしまってたんですよ。それに対して、花魁であるこのダキはですね、怒って耳をビッと引っ張るんですよ。で、ビッと引っ張って耳がちぎれそうになるっていう演出をするんですね。これ、めちゃくちゃリアリティあるんですよ。耳ってね、めちゃくちゃちぎれやすいんです。下から引っ張り上げたらそうでもないんですけど、上の方から下に対してピッて引っ張ると、ここってめちゃくちゃ裂けやすいんですよ。で、それを、この花魁のだけは分かってるんですよ。だから、こう持ってるんですよ。こう持つんじゃなくて、こうひねり加えてるわけですね。そんだけ痛いことしてると。で、それを善逸が止めるんだけども、その止めた善逸をぶっ飛ばした後に、怒りがピークに達して垂れ目だったのが釣り上がってるんですよ。すごいと。顔の表情で、こいつは今、いかに上弦の鬼の元の姿に戻ろうとしているのかというのも、わかるようにね、目の上がり具合でわかったりするわけですね。こういうところまでね、結構気を配らせて作っている。これね、すごいんですよ。炭治郎がこのダキと今回戦うんですけども、その時にですね、炭治郎がしっかりと戦う上で、ちゃんと戦えてるという演出するんですね。炭治郎が強くなっていくということは前提であるんですけども、その炭治郎がそのちゃんとした現場、戦闘する、そのまさにその瞬間ですよね。で、
緊張せずその力を使えるのかっていうのが重要なわけですよ。何でも修行して強くなったからそれを本番で使えるのかって言ってそういうわけじゃない。それを炭治郎は本番で頑張って使おうとしても最初できなかったけども、どうにかその力を使えるようになってくる。それは八巻での煉獄さんとの出会いが強いんですね。煉獄さんは感情を心で燃やせと。どんなに怒ってもそれは心で、どんなにテンション上がってもそれは心で留める。だから表情や体は自然に、でも心は熱く、そして戦えと。そのちょっとしたアドバイスが炭治郎に今まで欠けていた冷静さっていうもののバランスを取らせるんですよ。もともとはすごく強い、あるいはどんどん強くなっているはずなんだけども、それをうまく使えないのはそのちょっとしたコツを自分の中で持ってなかったんですよ。その部分を煉獄さんが教えてくれた、自分の命を持ってっていうことで、そのバランスをとって上限の鬼ともどうにか前線するわけですよ。決して倒せるようなもんじゃないけども、時間を稼ぐぐらいの力を発揮することができる。それが今の炭治郎である。その炭治郎になれたのはちゃんと自分の力を、冷静と情熱を分けて戦える炭治郎になれたからだっていうことなんですね。それが強くなったってことなんですよ。練習で強くなったんじゃない、本番で使えるちゃんとした強さになってこれましたっていうね、ここが煉獄さんへの恩返しでもあるっていうことで、見せるバトルなんですよ。今回柱の宇髄さんっていう人と、そして伊之助がね、超美男子として登場するんですよ。ここが作者である小峠さんの画力がいかにしっかり上がったのか、そして美男子美女しっかり描き分けれますよ、そしてブサイクな感じもしっかりと描けれますよ、まだ逆テイストでしか描けないけどとかいうところもバランスよくできてるんですよ。今まで男前やなと思うのはラスボス無惨だけだったんですよ。無惨がいろんな顔をするときに美男美女青年少年っていうような形でいろいろな、ね、姿に変えている中、一番美しい姿でいるわけですよ。それが一番のかっこいいものかなと思ったら、そうじゃなくて宇髄とか伊之助のような、もうしっかりとしたジャニーズでもない昭和のめっちゃ綺麗な男性っていうのを描くんですね。今のかっこいいじゃないんですよ。宇髄は今っぽいけども、伊之助はねそれぐらいのね昔の感じなんですよ。若い頃の鈴木園子を男にしたようなね、そんな美しさがあるわけですね。この美しい描き分けをしながら伊之助は誰よりも泥臭い戦いをするというね、このギャップもやっぱ面白いんですよ。そこら辺を描くこの9巻はね、いろんなキャラクターの配置に注目しながら読んでもらうと、ほんとたまんなく面白いと言えると思います。はい、こんな感じで9巻もまあ面白いんですよ。8巻読んだ時にもうだいぶと決めすれば面白くなってきたなと思ったんですが、9巻読んだ時にもうそれはさらなる高みへですよね。もう今週刊少年ジャンプでね、一番もう次が読みたい、この作品どうなっちゃうの、この作者どこまで行っちゃうのっていうね、楽しみが詰まってるんですよ。鬼滅の刃読まないなんてもう今嘘ですね。今週刊少年ジャンプでワンピースだけ読んでる人はほんと損してます。鬼滅の刃絶対読むべき、これはマジで面白い。今田中が一番推している理由が読めばわかるというところでございますね。はい、こんな感じでね、簡単ではございますけども、今回も鬼滅の刃ご紹介させてもらいました。気になった方はね、ぜひとも鬼滅の刃買ってください、読んでください。1巻から3、4巻ぐらいまではちょっとしんどいけども、5巻ぐらいから一気に作者が面白い話作りをねしていき、そして8巻でキャラクターの作り方、そして9巻でキャラクターたちの転がし方っていうのをね、どん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 見せてくれます。今まで使えなかったものを、つまり炭治郎のように冷静と情熱というものを作者も使い分けていけるようになっていた。それはやはり経験を積んできたということなんですね。これで9巻までずっと追いかけてきた甲斐があった。本当に素晴らしい作者になりました。面白い。はい、ということで本日ご紹介されてもらったのは後藤小夜春さんの鬼滅の刃9巻でございました。はい、ということで本日はこの辺で、またねー。